はい、NHK をぶっ壊すということで、令和4年2026月の28日ですね。いやもう、えらいことになってますね。楽天社長、まあ、三木谷さんのことですけど、ウクライナの女性を集めて乱交パーティーをしたということで、まあこれガーシーはですね、三木谷さんとは言わずに M 社長と言ってるんですが、なぜか三木谷さんはその M 社長というに言葉を濁してるにもかかわらず、まあもう自らこの乱交パーティーは認めてないです。ウクライナの人を集めてパーティーをしたことまで認めてるけども、乱交したかどうかは乱交はしてないとこう言ってるんですね。でまあこれも思いっきり大戦争で、まあガーシーはね、まあ、M 社長ということで、まあ、これちょっと動画ちょっと貼り付けときますけど、まあ、これを見ていただければ、貼り付けるとかもないか、これちょっと、見つかってるから。実はこの三木谷さんの乱交については、乱交パーティーについては僕はある程度の情報は知ってますね。もうこれを僕は三木谷さんが乱交パーティーをしたっていうことを僕は YouTube に上げてる時点で、三木谷さん自身が僕に対して裁判できる状態にこれでなります。三木谷さん、ガーシーはね実際にドバイにいますから、三木谷さん自身もドバイに逃げてとこう言ってますけども、私は日本にいます。国政政党の党首でガーシーを公認している以上は僕はガーシーの上司に当たる立場でもあると思います。三木谷さんが乱交パーティーじゃなくて普通のパーティーをしてたっていうんであれば、ぜひ訴えてください。受けて立ちます。以上です。 NHK をぶっ壊す。ぜひ皆さん選挙に行って2枚目の投票紙ガーシー、1枚目の投票紙は NHK 党の候補者を入れてください。